はい、皆さん、こんにちは。116ウィンズです。いやー、それにしても来ましたね。アンソニー・レンドーンがロサンゼルス・エンゼルスと、まあ、7年2億4500万ドル、まあ、日本円にすると大体260億、270億円ですか、の超大型契約に合意したということで、まあ、かなり話題になっていると思うんですけど、MLB でウィンターミーティングが行われている中で、まあ、かなり大型契約がこう連発している状況の中で、まあ、今日もまたレンドーンが契約ということで、まあ、ちょっとすごいことになってるなというところでちょっとお話ししていきたいと思います。で、レンドーンを軽くご紹介しますと、まあ、今29歳のサードで、で、今年までワシントンナショナルズでずっとプレーをしてきました。で、まあ、ずっとレギュラーとして非常にこう毎年コンスタントに数字を残せるような選手でして、で、今季もまあその例に漏れず、まあ、146試合に出て、で、ホームランが34本、で、打点も126で、まあ、いずれもキャリアハイの数字だと。で、まあ、打率もまあ3割1分9厘で、で、OPS もまあ10割を超えてきてると。で、まあ、ファングラフスの WAR 見ても、まあ、7.0と、まあ、非常に高い数字を残してまして、で、まあ、ナショナルズ、まあ、チームも、まあ、初めて世界一になったということで、まあ、レンドーンの FA でどこに行くのかっていうのは、かなり注目はされていたんですけど、まあ、エンゼルスに決まったということで。で、まあ、エンゼルスがですね、まあ、今結構投打に、まあ、ちょっと補強したいポイントがあるようなチームなので、まあ、レンドーンという、まあ、本当に打線の中核となるような選手が来たっていうのは、まあ、本当にチームにとって大きいことなんじゃないかなというふうに思ってます。で、ただ面白いのがですね、そのレンドーンが来るまでの過程でエンゼルスがどう動いたかというところでして、で、実は昨日ですね、エンゼルスは別のトレードを成立させてまして、で、それがザック・コザートっていうベテランの内野手をサンフランシスコ・ジャイアンツに放出してるんですね。で、コザートは17年のオフにエンゼルスと、まあ、3年契約で、まあ、入団した選手なんですけど、まあ、年俸がだいたい1200万ドルで、まあ、日本円にすると15億円、14億円ぐらいの、まあ、結構もらっている選手なんですけど、で、その年俸を丸々サンフランシスコ・ジャイアンツに、まあ、トレードしちゃったんですね。で、それで、まあ、結構、まあ、総年俸をエンゼルス下げることができたんですけど、ただその今季のコザートっていうのは、まあ、かなりこう数字が良くなくてですね、で、特にまあエンゼルスに来てからかなり数字良くないんですけど、まあ、今季はもうかなりもう一層悪くなってですね、もう今季38試合に出て、打率がわずかに1割2分4厘で、ファングラフスの WAR もマイナス0.9と、もうもはやリプレイスメントレベルを下回ってるような選手なんで、年俸が1200万ドルももらってるというところで、まあ、エンゼルスとしても何とかしてと、まあ、放出したいとは絶対思ってたとは思うんですけど、まあ、当然それだけの年俸で、まあ、全然活躍できない選手を、まあ、引き取るチームというのは当然いないので、じゃあエンゼルスはどうしたかっていうと、若手と抱き合わせてトレードしたんですね。っていうのも、まあ、コザートと一緒に今年のドラフト1位で、まあ、全体15位で指名されている、まあ、ウィル・ウィルソンっていう選手を、まあ、コザートとまあくっつけてジャイアンツにトレードしたんですね。で、まあ、当然そのコザート単体では、まあ、そのトレードの価値は当然生まれないので、まあ、そこにウィルソンをくっつけて、まあ、トレードした。まあ、ある意味そのコザートの年俸分でその、まあ、ウィルソンという、まあ、プロスペクトを、まあ、ジャイアンツに売ったっていうような形にはなるんですね。まあ、なので1200万ドルで、まあ、ウィルソンをジャイアンツに売って、まあ、ついでにコザートも持ってってもらったと。で、これで何が良かったかっていうと、まあ、当然その年俸が、まあ、チームの総年俸が下がったっていうのも大きいんですけど、これで、まあ、今回レンドーンを獲得して、まあ、エンゼルスの総年あのチームの総年俸はかなり上がったとは思うんですけど、これにさらにもう一人先発投手を誰か獲得しても、おそらく贅沢税は回避できるぐらいの、まあ、年俸水準にすることができたんですね。で、まあ、エンゼルス今、FA では、まあ、ゲリット・コールは逃してしまったんですけど、
まあ、FA でもう一人目玉のマディソン・バンガーナですとか、あとはトレードでクリーブランド・インディアンスのコーリー・クルーバーあたりを、まあ、狙ってるみたいなんですけど、まあ、この辺の選手ってやっぱり年俸も高いわけじゃないですか。年俸もまあ2000万ドルぐらい、まあ、20億以上ぐらいはするわけの中で、まあ、普通のチームだったら、まあ、レンドーンと、まあ、そういったバンガーナとかクルーバーを足す余裕っていうのはなかなかないとは思うんですけど、まあ、エンゼルスは幸いなことに、まあ、割とお金に余裕のある球団ではあるので、まあ、足す余裕自体はあったとは思うんですけど、まあ、ただそこの贅沢税という問題がどうしても、まあ、降りかかってくると。贅沢税っていうのは、まあ、チームの総年俸にある程度規制をかけて、で、その規制を超えた分のチームに対して、まあ、お金を使いすぎたことに対して、まあ、税金をかけるようなシステムなんですけど、まあ、これを、まあ、そのままコザと残したまま、レンドーンとバンガーナなりクルーバーを獲得してたら間違いなく贅沢税超えてたんですけど、まあ、おそらくそのコザとトレードしたことで、バンガーナかクルーバー足しても、まあ、おそらく贅沢税は回避できるぐらいの水準には総年俸を抑えることができているので、まあ、そういった意味でも今回のその、まあ、コザとトレードできたっていうのは、まあ、かなり意味のあるチームにとって意味のあることなのかなというふうに思ってます。で、結構最近こうやって、まあ、ちょっと年俸に見合わないようなベテラン選手を、まあ、若手プロスペクトとくっつけてトレードするっていうのは結構、まあ、なくはないことではあるんですけど、まあ、エンゼルスはこれに関してはまあ結構うまくやって、チームを贅沢税から回避させて、で、しかもレンドーンも取れたし、で、おそらくまあ先発投手誰かも取れるだろうというところにチームの状態を持ってきているので、まあ、かなりうまく立ち回ったんじゃないかなと個人的には思ってます。で、まあ、来季のエンゼルスですけど、まあ、打撃はまあ大谷翔平がいて、まあ、マイク・トラウトもいて、で、あと去年、あ、今年大ブレイクしたまあトミー・ラステラだとか、まあ、あとジャスティン・アプトもいますので、で、そこにまあレンドーンが加わることで、まあ、打線はかなり強力なチームになるかなというふうには思ってはいるんですけど、まあ、やっぱりどうしても投手陣が微妙だと。特にまあ先発陣がかなり、まあ、ちょっと計算できないところ、まあ、不安な要素が多くてですね。で、まあ、来年、まあ、おそらく大谷が、まあ、トミー・ジョン手術から戻ってきて、まあ、先発ローテーションには入るとは思うんですけど、まあ、やっぱり手術明けということもあって、まあ、ちょっと計算もしにくい状況ですし、で、他のピッチャー、まあ、アンドリュー・ヒーニーですとか、まあ、グリフィン・キャニング、で、あと、まあ、オフシーズンにトレードで、オリオールズからディラン・バンディというピッチャーを取ってきたんですけど、まあ、この4人だけだとちょっと不安だよなというのはわかるので、まあ、バンガーナなりクルーバーなりこういった、まあ、エース格を、まあ、取ってきたいっていう、まあ、是が非でも取りたいとおそらくチームはエンゼルスは思ってると思うので、まあ、ちょっと今後の、まあ、ウィンターミーティングは明日で終わりですけど、まあ、エンゼルスどういうふうにまた動いてくるのかなっていうのはちょっと注目したいですね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今後もですね、こういった動画、まあ、雑談的な感じでですね、まあ、動画を上げていければと思いますので、まあ、ぜひご視聴いただければなと思います。それでは今日はご視聴ありがとうございました。